音について調べるために、はい、図のような、装置を使ってですね、A から E のように、はい、弦の太さとか弦の長さとか弦に吊るす重りの数を変えたと。変えて、中央の P 点を同じ力で弾いたときに出る音の1秒間の振動数を比べました。はい。ちょっとね、次のページにまたがってますけれども、はい。カッコ1、じゃあ見てみましょう。154ですね。はい。表で、はい、次のページのね、はい、カッコ1。表で、弦の長さと弦に吊るす重りの数が同じとき、弦の太さを2倍にすると振動数は何倍になるか。はい、弦の長さと弦の、弦に吊るす重りの数が一緒のやつをまず探しましょうね。はい、実験の基本です。調べたいこと以外は、全部揃えるというね、基本ですね。はい、弦の長さ、はい、長さ、20、20、40、20、40になってるうちね、まあ同じやつに注目して、その中で、重りの数も一緒っていう風になると、まあ一番わかりやすいのはやっぱり AB かな。AB ですね。はい、だってね、長さ20センチ、両方とも20センチ。はい、弦に吊るす重りの数も両方とも1個ということになってますんで。で、弦の太さだけをこれ2倍にしてますよね。はい、1から2。はい、A から B で1から2ですね。はい、で振動数は、はい、400から200。半分になってるな。何倍って聞かれたら2分の1ですね。はい。まあ本当かなって言うんだったら、まあ他のところも調べたいとこなんだけども、あんまりいいのがないですね。はい。そうですね。他にはちょっと、今回は調べる。まあまあここで、調べたいですね。はい。つまり弦の太さが2倍になると振動の数が半分になってる、2分の1倍になってるってことがまあわかるんで、ここは2分の1倍ということになるわけですね。はい。カッコ2番はじゃあどうか。はい。表から弦の太さを 0.5、弦の長さを40センチ、弦に吊るす重りの重さを16個にした時の振動の数。ちょっと口調ややこしそうなので書きましょうか。が、弦の太さを、太さは、0.5、 長さ40、重りの個数16個にした時の振動数を調べましょう。はい。じゃあね、とにかく調べやすそうな、はい、前のページに戻って調べやすそうなやつ、まず弦の太さ 0.5 っていうのはどれもないですね。ただ弦の長さ、40っていうのは2つありますよね。C と E。はい。で、重りの重さ16個。これもないですね。はい。ということで、まあ C か E か E かどっちか使いましょう。はい。まあ、そうだな。E を使う、E を使ってみましょうか。うん。例えば E だったらこれどうなのか。はい。E は弦の太さ1。弦の長さ40。ここは一緒ですね。で、弦に吊るす重りの重さは4。はい。で、振動数が800ですね。はい。はい。ここで、太さが、はい、これ、かける2分の1倍。まあ、割る2でね。2分の1倍になってますね。はい。太さが半分、2分の1倍になった時の、はい、振動数の変化、はい、これを調べたかったら、はい、長さと重りが一緒で太さだけが違うやつを選ぶ、ね、そうすると、はい、これは、はい、太さが太さと、はい、重りが一緒、うん、これもやっぱり A と B かな、はい、例えば B から A、つまり B から A だったら、はい、弦の太さだけを半分、2分の1倍にするとですね、はい、うん、あ、まあとりあえず、これだけで考えたとしたら、はい、これが振動数ですね。振動数は、どうなってますか？はい、B から A だと振動数は2倍になってますね。はい、2倍になってます。
とりあえずこれだけだとかける2ですね。これだけだとね。はい、それね。はい、で、重りの重さ、はい、重りの重さが4倍になったらどうなのかって今度考えましょう。はい、重りの重さが、4倍になりました。はい、そうすると、はい、今度も、重りの重さ以外が条件が一緒のやつを選びましょう。はい、そうするとこれは A と D を調べるといいと思いますね。A と D、ほら、弦の太さは両方とも1。はい、で弦の長さも両方とも20。で、重りの重さだけ、はい、A から D で4倍になってますね。4倍。はい、そうすると、はい、A から D、4倍になると振動数は2倍になってますね。2倍。はい、ということですね。これでいいでしょうか。ね、はい、まずですね、140、ごめんなさい、E ごめんなさいね、すみません、書き間違えてました。ごめんなさい、これ D です。はい、400ですね。はい、D を見てください。はい、400、ごめんなさい。はい、今ここに注目したら、よいしょ。ね、かける2分の1、太さが2分の、半分、2分の1倍になったら、振動数はかける T。はい、で今、A と D を調べてみると、はい、重りの数だけを4倍にしたとしたら、ほら、振動数は2倍になってますね。重りの数だけを、重りの数だけを、これね、重りの数だけを4倍にしたら、振動数は2倍になってますよね。かける。はい、ということで結局、はい、400×2×2 ということで答えは、はい、確認ございませんね、ごめんなさい、1600ね、ということになるわけですね。はい、とにかくどの実験に注目するかっていうことですね。回答ではこれ B と C に注目したり、確かに B と C でもいきますね。弦の太さ22で、弦の長さだけね24とかね、まあいろいろなってますけどね。ただ、基準にしてるのを D にしたら、弦の長さは変える必要ないのでね、 D じゃないわ、 E ですね。 E にしたら変える長さはね、ここは考える必要ないのでこっちが楽ですね。はい、